はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このコーナーを担当している、佐賀がですね、他のちょっとお仕事があるということで、今日は代打で、候補の加藤が、皆さんにご紹介します。今日はサル社に来ております。担当の林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頭数が本当に非常に多いですけども、はいはい、今年の3月に、生まれた子供が、ルー君、ルーでした、はい、ルーはどこにいますかね。見たら分かりますか。分かりますね。一番上の方のこの個体、動きが早いですからね。動き早いですね。本当に。いや、春に見た時はすごく小さくて、はい、本当に子供だなっていう。その柱の影。柱の影にいるやつですね。ちょこっと他の個体よりは小さいですね。はい、でもなんかこう見た感じ、大人とそんなに変わらない感じなので、もう成長本当に早いですよね。早いですね。で、この子、去年お兄ちゃんがいるんです。あ、そうなんですか。で、今年そのお母さん2人目ということで、はい、結構5ヶ月も経たないうちに割と動く、早く親から離れて動いて、すごい順調に育ってるんですね。はいはい、みんなどんな感じで過ごしてますか。普段ですね、結構自由に動いているんですけども、はい、やっぱり土砂降りとか、はい、それから夜寝るときは固まって、固まるんですね。それなりのグループがあります。グループができるんですね。はいはい、ちょっと今木をかじってる個体がいるんですけども、はい、結構こういう自然界でも葉っぱとか木の実とかを好むので、こういう 木の枝を入れて、まあ遊びというか使わせてもらってます。これはなんか食べてるんですか。食べてると思います。食べてるんですか。実際に人間で言えばガムじゃないか。あ、なるほど、はい、そんな感じではないかと思うんですけど、結構暇つぶしに遊んでます。なんかすごい楽しそうですね。そうですね、人みたい見えますね。はい、続いては、お隣のアビシニアコロプスですね。はいはい、今3頭出てますけど、こちらもね、はい、去年の、10月でしたっけ、はい、生まれて、名前が、生まれた子はルビー、ルビーですね、はい、ルビーが生まれて、ここも大きくなって、最初でも生まれた時って体とか顔真っ白でしたよね。はい、コロプスは本当に真っ白ですね。はい、これいつ頃からこう色をこういうふうに黒と白に分かれてくるんですか。大体ですね、2ヶ月ぐらいからですね、はい、体というよりも顔の方が、顔の方が、はい、色が黒い、色が黒くなってくるんですね。はい、よく皆さん歌舞伎のこう歌舞伎役者みたいな、いや本当そういう感じですよね。いう感じで言ってましたけど、いや本当猿舎にはなんかね、個性的な猿が多いなっていう感じ。はい、今元気にぶら下がってますね。あれが、はい、ルビー。そうなんです。もうすっかり大きくなってね、男の子なんですけど結構元気いいんですよね。元気ですね。おばあちゃんのカトリーナが、はい、結構子育てを上手にやってくれて。あ、そうですか。はい、今やもうルビー君は元気に育って。そうですよね。はい、もうなんか全然こう物おじする感じもなく、そうですね、今はなんか葉っぱ食べて楽しそうにしてますけど、はい、よかったですね。尻尾なんかすごいですね。そうですよね。こう表現するのもなんですけど、習字の筆みたいな、はい、感じですけど、 す、ね、すごい特徴的。はい、あれ若いとやっぱりああやってこうふわっとなってるんですか。そうも言えるんですけど、はい、今ちょっとお父さん出てないんですけども、はい、お父さんの尻尾がすごい素晴らしく、素晴らしいんですか、立派だったんですよね。で、まあこの子、お父さんに似て立派な尻尾になってくれるかなっていう。これから成長楽しみですね。そうですね、はい、はい、もうなんか順調に育っていけばなと思います。はい、そうですね、はい、はいはい、それでは最後3カ所目になりますけど、ブラッツァゲノンということで、はい、今いるのは、2頭ですが、はい、この2頭について紹介してもらえますか。はい、上にいるのがですね、エマニュエルっていうお母さん。お母さん。はい、その子供に、はい、ミャカベリっていう息子がいるんですけども、はい、で、今こう下の方にいるのが新しく来たルビ、ももちゃんっていう
お嫁さん来たんですね。お嫁さんです。明日今はその、はい、お母さんとお嫁さんで、はい、過ごしてる感じで、はい、じゃあまだちょっとなんか様子伺ってる感じなんでしょうかね。それもあるし、ももちゃんってまだ今年の7月で2歳になったばかり。まだ若いんですね。はい、したらまだまだこれからですね。そうですね。したらそのね、息子さんとこれから繁殖目指すんでしょうけど、 そこはまあじっくりっていうことでね。いやでもこのグラッツァゲノンってまた本当に特徴的な顔してて、この三角頭巾みたいのがついてて、なんか本当水戸黄門さんみたいなって言われますけどね。どうしてこういうなんかね、本当変わった顔をしているんですかね。変わってますよね。この毛並みは世界で一番美しい猿の中で、毛並みは確かに美しい毛をしてますね。言いますね。はい、これあれですよね、実はブラッツァとコロブスって同じ檻に入ってるんですけど、はい、お互いにこう関わることとかあったりはしないんですか。ちょっと厳しいですね。厳しいですね。時々厳しい時がありますね。まあ、はい、同じ猿ということでこう、はい、一緒にしてるんですかね。こう刺激を与え合うことがあるというのか、だと思うんですけど、はい、どちらかったらコロブスの方が穏やかな性格、そんなイメージありますよね。はい、でブラッツァの方がちょっと普段はおとなしいんですけども、はい、まあ攻撃的になる時があるかなっていう、やっぱり猿同士ですから縄張りの関係もあるのかなって、まあね、縄張り意識みたいのは出てきますよね。はい、いやでもこちらもね、早くこのモモですか、はい、こちらの施設に慣れて、はい、ね、これから繁殖楽しみなので、そうですね、林さんも頑張ってほしいと思います。はい、わかりました、はい、ということで今日はですね、猿舎の方で、3種類の猿についてご紹介いたしました。猿舎の方で、夏季開園中しか見られないということで、こう活発に動く様子、今のうちにですね、たくさん見てほしいなと思いますので、ぜひ皆さんお越しください。林さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。